さあ今回は海浜公園から水戸まで向かう予定です。もうめっちゃ暑いんでね、もちろん水分補給もね忘れずにやんないといけないということで、もう前日の夜からこれずっと走ってるんですけど、もうこの時点で24時間起きてます。何のチャレンジか分かんないんですけども、そして初めて見る方はよかったらね、これ第2話なんで、第1話銚子から鹿島スタジアムまでもご覧くださいませ。ということでここら辺で、ガソリンの方を給油しますね。ガソリンを注入いたします。はい、そしてこの日が8月の31日ということで、夏をね満喫したいということで海の方に向かうんですけども、このジープ旅ね、出発するまでにこう結構外装の準備とか、あとキャブレターの設定とかね、エンジンの方ですね、そう、それの準備にですね、なんやかんやらでやっぱ素人なんで10日以上ね時間かかりまして、まあ結果埼玉の駐車場、あのタマーベースにね10日間の自主隔離もね、旅行前に自分で自主隔離しました。本当に誰とも会ってないですけどね。で出発前ですね、もうチャンネルフォロワーの皆さんがね本当に励まされて、どうにかこれで本当に出発にこぎつけたんですよ。本当にありがとうございます。で、この旅なんですけども、第1弾は名古屋から東京、第2弾が千葉から、千葉からっていうか千葉一周ですね、600キロ、名古屋東京は400キロ走ったんですけどね、本当にねいい動画なんでぜひ見てください。よかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。そしてですね、この動画を見て応援したい方はぜひ木曜日の、ね、ライブ配信もやってますんで、チャンネルに遊びに来てくださいね、よろしくお願いします。さあというわけでございまして、海と森の里に到着でございます。ここで休憩とちょっと映像も撮りたいと思います。ただ16時から雨が降るんで、なんか5時半で閉まるんだっけな。この方ソヘイラさんと電話していただきます。どうもソヘイラさん、ありがとうございますね。イエーイなんか息子さんたちが車が好きだということで声かけていただいて、写真もいろいろ撮っていただきましてですね、いい出会いをさせていただきました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。ソヘイラさんでした。バイバイ。撮影場所が遠いんで防犯上ミニジープにカバーをかけました。見てください、防犯になってんのかな、誰もいじろうと思わんだろう、ね、ちょっとゆっくりいろいろこれで撮影もしていきたいと思います。安いね。見たこれ。
このデカさ料理しやすいね。いやしかしすごい緑のいいとこでございます。最高やん。いやーさっきね普通の車とミニジープ比べてみたらどんだけちっちゃいねと思ってちょっと改めてビビったんですけどね。あ何これすごいいいとこある。ちょっとうわ見て最高じゃないですかこれロケーション。 LED パレードチェンジエントリースーツ。こんなことやってるからもう熱中症になってるんですよね。ということでアイス飲みこれ熱中症にめちゃめちゃ効きますよ。よかったこれ。そして、熱中症になった人もいましたね。休憩どころではなんかわかんないですけどエホバの証人の勧誘やってる人いました。ここでやらんでもええんちゃうかと。いやでもねアイスの実もう体の中からやっぱりね冷やすこれが一番いいんじゃないですかね。本当すごいね、海はビキニの姉ちゃんわんさかだな。やっと僕もね熱中症気味だったのが治ってもう一回熱中症チャレンジするかと思うけど熱中症チャレンジ。海見ないとね海を。海風は涼しいね。夏を満喫してる。おソヘラびっくりした。ソヘラがいる。やっぱりなんかねソヘラっぽいのがなんか歩いてんなと思って。ソヘイラじゃないの。ソヘイラじゃないの。これは映しちゃダメよね。これあらすごい。え、いいのこんな海だからしょうがない。これで撮影してたんだ。すごいね。あのゴミねさっきなんか取ってるってこと見てこれ。彼岸をずっと歩いてゴミ拾いしてたのね。いやこのツーショットすごくないこれ。本当にすごいよ。あーイエー。ちょっと私もちょっと海を堪能しようかなと思ってます。日焼けしてたんだ。焼けてね。サービスショットです。ありがとうございます。水浴びしたい。水浴びしたい。涼しい。この場所が一番涼しいです。最高。ずっと雨です。全国的に見てもここだけすごい雨が降ってます。
もう今からどんどん暗くなっていくと思いますけど、お米を研いで、浸水させております。暗すぎるね、これ。味噌汁も飲みたい。どめつけましょうか。口の中入れないと疲れ切っちゃってますから、買わなきゃいけなくて。ひどく疲れて、海辺の草原で10分ぐらい寝ただけですね。アウトドアじゃなくてサバイバルになってるな。あっつい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 眠て、食べながら寝そう。お、できてる、できてた。いただきます。混ぜて、先にお湯沸かしてこれ入れなきゃいけないですね。めっちゃ焦げてるよ。焦げてるやん。変な味すんなと思ったら、でちょっと吹きこぼれ始めたらガス一旦消して、半分だと混ぜた、チリチリ言うまで弱火。こっちは成功しそうですね。もう早く寝たい、食って寝たい、欲求を満たしたい。ずっと寝てないですね。よし、じゃあ消しましょう。カゴ伏せて、裏返し、ここに置いときましょう。真っ暗でしょ、これですよ、明かりなかったら。なんかカサカサ音すんなと思って、すっごい勢いでこのゴミ箱から猫がビューッと走ってきました。猫身を猫に襲われますよ。そして我が家です。他にもこんな場所ないかな。全然これ道の駅で十分だわ。これでね、屋根もあって、これカーテンしっかって下ろせるんですよ。ちょっとね、出費が多すぎるのはきついので、水をどうやって確保するか考えたいと思います。もう怖くなる前に寝る。この匂いに乗せられて、アライグマとかやってきて、足軽って噛めたら嫌だ。これはもう全部掃除してですね、ちゃんと元通りにして綺麗に片付けたいと思います。もう雨風がしのげるだけでこんなありがたいんだなって思いました。本当にまあミニジープも本当頑張ってくれてます。あとは私がもう無理をせず安全に行くだけなんですけどもね、本当に行けるかなって今本当に思ってますね。はい、というわけで他の動画もぜひ見てください。ありがとうございます。いやいや、飯食ってない。すごい蚊が寄ってきてるんでね、これつけたいと思いますよ。照明と虫退治両方備えてます。カレーライスいただきましょう。できてる。あ、高さだな。硬い、無理。あと10分後、10分以上寝かしてますけど、柔らかくなってくる。うん、柔らかくはなってるけど、米本来のまずさがすごい。やっぱりちゃんと洗わないとね。キャンプ用カレーみたいな。ごちそうさまでした。寝て終了です。ありがとうございます。